今回はね、気になる男は99話になりました。100話はタカさんにえお任せするとして、前回98話でですね、家族がいると稼げなくなる真実というね、ま、タイトルで送っていただきました。うん。これにね、やっぱ果敢に立ち向かっていくのか、それとも、ああ、なるほど、そうだったのか、自分が稼ぎの道を追求するなら、 これじゃダメなんだなと思って方向転換を図るのか。ちょっと一回ね、この真相心理に触れていかなければ、これからの稼ぎの道ってのは、とても渡っていけないというふうに思いますので、えー、よろしくお願いします。さあ、今見えてますよね。家族の存在意義。これね、マスターマインドっていう講義の中にこれあるんですよ。で、そっから今日は抜粋して、スライドショーはたった3枚なんですけども、持ってきました。多分ね、これね、 これを考えなければ、超えなければ、この先はないんじゃないかなっていうところですね。じゃあ、行ってみましょうか。はい。え、今思う家族は必要かということで、今回のマスターマインドは、ご家庭をお持ちの方にマスターマインドをお履行するときに、履修するときにね、まあ、必ず問いただす講義なんですよ。で、これはね、 まあ独身の方とか独身になってしまった方にはこの講義は出さないんですよね。あくまでも家族がいらっしゃってで自分が軸としてね稼いでるまあ主にはお父さんとかになっちゃうんですけども、まあ、そういった方にお伝えしている面ではありますね。で女性をね集めてやる講義ではこれとは別のですねちょっとまた際どいやつがあるんですよねあの性に関することっていうのが。で、えー、今回は今思う家族は必要かということでこれは今回もねタコさんに ちょっとこう心の中にね、えー、しっかりと課題を出していこうかと思いますさあタカさんが命がけで守っている家族悲しいお知らせがありますしかし家族の誰もあなたを守ってはくれませんちょっとショックでしょうでもここにねやっぱり目を向けないとなかなか真相心理は測れないんですよねなんとなくねそんなわけねえだろうと思うでしょでも前回,前々回 いいつだったたかな、えー、こういうお話をしましま誰かを守るため何かを守るためには必ず必須の力があるんですよ4つですその4つの全てかもしくは1つだけでもいい覚えてますかねはい誰かを守るときに必要な4つの力何でしょうか、えー、お金の力ですねお金が稼げないとやっぱね守れないんですよね、うん、生活の安定は提供できないし 困ったににも力ななれないんですよねだからね多分タカさんはじめ、うん、サラリーマンの給料が足りない方は必死こいて稼ごうとしてるんですよ多分自分だけのためだったら十分足りてると思うんですよねこのお金の力さタカさん以外に誰か持ってますかねしかもこれ立場が逆転した時にそこまでやってくれないんじゃないかなと思うんですようん で多分ね、たった一人で、この財源っていうのをね、確保しなければならないところに、まあ、辛さがあるんじゃないかなと思いますし、えー、これも,も、最初の方でお知らせしましたけども、やっぱこう、お金に関しては、生産活動と消費活動しかないんですけども、多分、たった一人で生産してで、家族は全員で消費活動してると思うんで、やっぱ基本的にはね、どんだけ稼いでも追いつかないっていう感覚になるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そこが、多分、 大きく稼ぎ手を不安にさせることであってそれが他の家族には分かってもらえないことなんじゃないかなと思うんですよ、まあ、この葛藤とかねうん焦りとかね怒りっていうのは時に顔を出してくるんじゃないかなと思いますね2つ目腕力力とか体力ですよねやっぱ疲れたが許されないのはこれタカさん一人なんですよどんなに眠くてもどんなに時間がなくてもどんなに悔しい思いをしてもただ 結果を出してこないと目の前でね家族が困って飢えてどうしてくれんだよってすぐに攻撃に向かってくるんですよねうん助けてくれってことは基本的にはないと思いますこの腕力体力やっぱきついですよね重いものを持つとかね、うん、なんかこう体を鍛えていくとか多分たかさん一人がやらなければどうなんですかね誰もやってくれないそんな酷な役割なんじゃないかなと思います三つ目は何でしょうか 知恵とか力ですあの。知恵ってのは何かっていうとねやっぱこう工夫とかね、うん、それから膨大な情報の中から問題を解決するための糸口を探し出す力ですねまあ知恵工夫うんまあ賢さですよね圧倒的に賢くないと本当にね困って終わりなんですよねどうしようどうしようで終わりなんですよ 家族はどうしようでいいけども、タカさんがどうしようだと多分全員で沈没するんじゃないかなと思うんで常に頭は鍛えていかないといけないんじゃないかなと思うんですよ。うん、まあそういうこともよくよく、うん、またまたりにしたんじゃないかなと思うんですよね。どんな時でも結局は責任ある決断はいつも一人で負わされてしまうとかね、うん。自分でもどうしても選びにくい時でも時間は待ってくれませんからね。で、うまくいけば、あー まあうまくいくんだけどもうまくいかない時は責められるというねまあそんな感謝ことはされないんだけども批判は目いっぱい浴びないといけないと、まあ、タカさんユ YouTuber としてまあ今までもあったかもしれないですしコメント欄が結構荒れることがあると思いますけども最もタカさんの人生のコメント欄を荒らすのは一体誰なのかなって考えるといつかいなくなる他人ではないんですよねいやここはちょっと怖い真実だと思いますけどもこれも しっかりと見ていかなくてはいけないところかもしれません。えー、以前ね、見えないものを見るっていう話をしましたけども、でも、見えてるものが見えてますかっていうことでね、えー、つまりは、いつもいつも目にする人たち。そうなんですよ。家族が見えてますかってことですよね。じゃあ、四つ目です。精神力。精神力は誰が一番あるでしょうか誰でしょうかねう。くじけることが唯一許さないのは誰でしょうか どんな悔しい思いをしてもどんなに惨めでもどんなに這いつくばっても結局は涼しい顔していつもそこにいなければならないということですよねこの四つ誰かを守るときに必要な四つの力これを備えていなければそもそもうんまあ存在が許されないと言いますかねこれを失うことが唯一許されないわけなんですよまあもぎ取って稼いでくるためには まあ、眠い目をこすってやらなければいけないね体力もいるでしょうで知恵がなければやっぱり商品作れないし商品売れないし目標の売り上げね、えー、例えば稼ぐんだったら5万10万でもいいでしょうっつったらそんなことではどうやっても家族が養えないですからやっぱりそこそこの金額が必要になってきますよね、うん、これも何度も言いますけどもウージャーパージャー言っても金がなければ存在意義がないのが稼ぎ手の真実ですからね そのためには精神力を養っていかないといけないというところです。さあ、スライドはどんどん終わっていきます。回答を出してみてください。ここで。はい。今日のテーマはね。そう、家族なんですよ。で、普段は。ごまかしているテーマだと思いますけども。いや、家族って必要なんですかね。必要ではないんですかね。どうでしょうか。これはね。逆にいろいろと問いかけられていると思いますよ。うん。 ね、稼ぎてたるお父さん高さんに限らないんですけどもお父さんね稼げないお父さんって必要ですかねたった人一,一つ稼げないっていうだけで一気に存在意義は失われると思ったら怖くないですか、ね、でもしね家族が必要だっていうふうに思うんだったらいやどんな尊さがそこにあるのかとそれは自分の生命や人生や喜びをかけても足りえるものなのかってことにね やっぱ回答を出し続けないといけななないいいととのかなと思うんですよまあ時には回答が出ないまま、まあ「そうは言ってもね」と言いながら進むことも大事だかもしれませんけどね。でなぜこれを言えるかってあの稼ぐ原動力なんですよこういうことを言うのってのはあの、まあ、どう思われてもいいしどうどんな扱いを受けてもいいけども、まあ、俺は稼いでいくんだと、ね。そんなありがたがられることもないし当たり前のように、うん、月末には 入金があってそれを家族みんなで使うとでそのお金を作るためにどんな惨めな思いをしたのかどんな悔しい思いをしたのかなんて誰も考えてくれないとだけでもいいんだと思えるかどうかなんですよね。ここまでしてて家族のたために生きていきたくねえよと思えばそこでまあ終点が来るわけですし実際そういう方はまあ3人に1人生まれてるわけなんですよね。稼ぐ原動力それはどこにあるのか自分1人の時と家族を抱えてしまった時とだいぶ変わってくると思いますがどうでしょうかたたたった1人人のののの時は1人の欲望のために自分の 夢のたためにやっっていけけばよかったんですけども家族を抱えるともう自分の夢はどっかに行ってですね家族という他者のために生きていかなくてはいけないということになりますはいおあ実はねサラリーマンでない限り月収100万ってね本当カツカツなんですよあの人を雇って給料を払っていた方としてはねすごくわかるんですけども例えば月に30万をを 給料としてお渡ししようと思うと、その従業員さんに30万を渡すのと他にね、中間経費で60万ぐらいかかるんですよ。だから、お給料をもらってる方としては、これね、サラリーマンとしてはね、30万の給料の裏に自分には使われてないけども、中間的な経費として会社は余計にあと60万自分一人に使ってくれてるんだなと思うと、まさにね、給料の3倍利益を出さないと、 雇われている方としては全然会社から見てね合わない存在なんですよね。まあ、だからね、今の時代月に30万って言ってもなかなか高い給料だとは思えないかもしれませんけども会社として給料を払う方としては30万の給料を渡すために都合100万近く、まあ、支出があるわけなんですよね。そう考えていくと雇われずに稼いでる100万ってのは 雇われてるるる人が受け取る30万とと同等とも言えるんですよしかも雇われてる人ってのは定年退職まで70歳ぐらいまで働くでしょでフリーランスになってね会社を離れて自分で事業をしていて70歳まで働き続けないと空に困るみたいな暮らしってどう思います <laughs> ちょっと釣り合わないんじゃないかなと思うんですけどもね。 50代でもうリタイアしたいいじゃないですか、うん、でしかもそれは自分一人の生活コストを稼ぐだけではなくて家族を変えれば家族の生活コストね見えてない部分もあります、まあ、子供が生まれれば10歳の時20歳の時やっぱりどのぐらい必要か計算したらね驚くほどかかってきますねそれについてももう生まれた瞬間から計算しなくてはいけないですし多分その計算は稼いでる人一人がやらなくてはいけないので相談相手もいないと思うんですよ。 うん、でこの計算を間違うことは許されませんからね、うん、頑張ったけど駄目だったよっつったらねだからそうなるとねあのー、なんとなく学校に行かせるだけでもやっぱり子どもとしては不満が残ってやっぱ最高の選択肢を選んであげないといけないしその選択肢を提供するためにもやっぱ見識も必要ですしね。 人脈も必要ですし、ね、お金も必必要要でですすねねお金になってくるわけですよ、ね、たまたま近くにあったから行かせましたみたいになっちゃうと子供の方としてはそれだけで可能性を奪われてしまうわけですしもっと広い見識とそれからコストを気にせずに選択肢が選べるとしたらまだまだ高いレベルの教育が子供に託せたんじゃないかなと。うん、よく 会社では言われるんですよ。人材に最大限投資しろと。会社でも言われてることなんですが、なぜか家族関係になるとね、人材に最大限投資していないっていうことになっちゃうんですよね。よく私立の中学とか、お受験が必要な小学校とかありますけども、それはなんでそういう選択肢を子供に出すのかというと、そっちの方が人生トータルで楽だからなんですよ。なんかよくわかってない。 小学生の時つまりは幼稚園児の時に競争に勝っておけばその後ずっと競争する必要がなくなるっていうルートがそこなんですよねそれに気づいてる親と気づけない親とかいるし気づいていてもその道を示す親がいれば示さない親もいるんですよねこんな感じで本当にわずか3歳4歳で子供は大きく親によって選択肢を削られてるとも言えるんですよね これ一生っっててもいいきれなななそんなことになってしまうわけなんですよ、まあ極端な話ですけども私はね幼い頃に官僚の道がおいしいってことを知っておけばそっちにまっすぐ進んでいたと思うんですよねそうなると東大を目指す意義も出てきますし東大を目指すんだったら高校や中学はそれなりのところにやっぱ行かなくてはいけないということになるんですよそれは全て 親が選択できているかどうかによりますんで、すでにね、小学校の時にほとんどの勝負がついちゃうってことになります。うん、結果的に平凡で終わるのは仕方がないんですけども、最初から頑張っても平凡がもう決められてるわけなんですよね。だからこれが教育における弊害と言いますけども、義務教育に対しての弊害ではなくて、家庭教育がもうすでに選択肢を間違えていたら、どんなに素晴らしい教育がこの世の中にあっても、 全く別の世界ということでね進んでいくんですよね。まあ、ということで今回は、えー、と以上かな99話。ちょっとこの辺にねまず答えを出していかないと稼ぐ原動力ってのはすすごく曖昧になるんですよね、うん、だから自分一人ならね稼げなくても構わないんですけども今度人の人生を預かるってことになるとあまあ頑張ったけどダメでしたじゃ済まないですからね。そ、まあ、それこそ この場合もまあ、お話したかな。あの、片腕を切り落として、二億円っていう話しましたっけね。これ別のとこでしたのかな。<laughs> あの、片腕を切り落としたら、二億円くれるよって言った時に、切り落とせますかってことなんですよ。なんでこんなことがね、課題に出るかっていうと。あなたの片腕は、二億円稼げるんですかってことなんですよね。うん、まあ、そうなるとね、本当自分の肉体ですら、金に変えれるんだったら、金に変えようっていう発想も。出てくるわけなんですよ。 うんまあ、あまりね選びたくないことですけどねただそういうふうに追い込まれてしまうという現実もありますんで、えー、やっぱこのねお金のことについてはあそして、うん、自分があどうしてねこういう思い例えばこう家族にも言えないような苦しい思いがしてる、えー、深い不安があるっていうことをどこかでね、えー、まあ伝えていくっていうのかな。 うんまあ、多分伝えられないと思うんですよねかっこ悪いですからね、うんまあ、そんな人がお父さんだと思ったらもうやってられないじゃないですかだから弱いところはあまり聞きたくないんですよ、うんまあ、だから隠していくことになると思いますけども、まあ、今回のねマスターマインドのね講義の一部取ってきたのは、うんまあ、結構ね、まあ、重いというか怖いというかねだけどこれはほとんどの人が避けてることなんですよ 何度も言いますけども見えてるものが見えてないってのはこういうことなんですよねきっとこの現実ってのはあるわけですからそれに気づかなくて過ぎてしまう人よりは気づいてごまかす人もいるってことですよねえー、ということでね気になる男なんですけども、うん、これ「気になる男」っていうタイトルに結びつけるとすると気にしてもらってますかってことですよねこれねうん、多分タさんは多分娘さんがいらっしゃると思うんで多分 家族の中で男性一人だと思うんですよね気にされてるかなってことなんですよね <laughs> まあいつの間にかあの当たり前になってしまってね寂しい思いをするってこともあるそうなんで、えー、これは別に高カさん一人に送ってるわけではないんですけどもこの動画をご覧いただいている世のお父さん方にちょっと問いたいと気にしてもらってますかってことですよね、まあ、もしかしたらもしかするかもしれませんぐさっと来る人がねいるかもしれません というのが、実際にこのシリーズ、ちょっと引っ張ってますけどね、家族とあなたの関係、お父さんとの関係、結構ね、涙して聞いてくれてる人もいるみたいなんでね、よく言ってくれたみたいなことはね、また今回も言われそうですけども、よく言ったんじゃなくて、あなたが家族に言わないといけないことなんですよ、ということでね、今回は返信をさせていただきました。はい。え、これはね、別にタカさんの家族のことをね、どうこう言ってるわけじゃないですからね、そこは誤解なきように。えっと、このテーマにするとね、必ずね、 メッセージをくださなかなかここには触れてくれないということでございましたじゃあ今回はね99話こんな形で終わったんですけどもあのー、回答としてはねここですよ回答を出してみよう「家族必要ですか必要でないんですか?」と「必要ならどんな尊さがそこにあなたは見出してるんですか?」と「それはあなたの原動力になるんでしょうか稼ぐ原動力に月収100万を捧げるだけのことはあるんでしょうか?」とかね この辺を考えてみるっていうことですよね。で、明確な答えがあると、それは本当に愛すべき家族だっていうことになると思います。さあ、そしてですね、100話にかける思いなんですけども、100話だからどうってことないんですよ。1000話、2000話と続いていくわけですから。今回はね、たたかさんからもお題をいただければなと思いますけども、いかがでしょうか。それが今回の私のお題でございます。それでは、お疲れ様でした。